次に岡本光則君、岡本君、民進党の岡本です。まずは加藤大臣、ご就任おめでとうございます。まあ、なかなか多岐にわたる首相ですし、まあ、大変なことも多い、そんな中で、まあ、初っ端からこの話ということで、いろいろと大変だろうと思いますが、ぜひ頑張っていただきたいと、まずはエールを送らせていただきたいと思います。その上でですね、まあ、ちょっとこの本題に入る前に一つだけちょっと聞いておきたいんですけど、まあ、党委員会の委員になられた豊田真由子委員がある意味さまざまなマスコミ等で話題になりましたが、実際にこうしたですね、まあ、ことがどうだったか事実関係は私も分かりませんが、大臣としてこの一連の報道を見る中でどういう感想を持ち、どういう問題意識を持たれたか、まあ、大臣としての、まあ、所感をちょっと、やっぱり労働行政当たってますから、ぜひちょっとお話をいただきたいと思います。ちょっと本日のテーマと違っておりますが、どうしても聞かれますか。はい、それでは厚生労働大臣加藤勝信君。今の問題に厚生労働大臣としてどうお答えしたらいいのかなというふうに思っておりますので、まあ、その立場を離れてですね、まず事実関係委員もご承知ない、私も正直言って承知しておりませんので、さらにコメントすることはできないと思います。ただいずれにしても我々議員それぞれ、自分のこの行動に対してはですね、常に責任を持ってはいけませんし、また必要があれば説明をしていくということが大事なんだろうと思っています。岡本君。まあ、本来の、まあ、質問に入っていきますけれども、まあ、やっぱりいろんな課題がありますけれども、やっぱり労働を取り巻く環境についてどう考えるかというのは極めて重要ですから、またぜひ機会を見つけてお話を聞きたいと思います。その上で、まあ、今日は年金の話に来ますが、年金の、まあ、振替加算の事務処理、いろいろ問題があったという話ですが、これ大臣はいつからこの話、振替加算の漏れがあるということを、いつ どなたからお聞きになられましたか。加藤厚生労働大臣。先ほど申し上げた8月3日に就任させていただきまして、ちょっと最初に一言言われた時期を明確に覚えておりませんが、日にちは覚えていませんが、8月の中旬の後半、20日前後だったと思いますけれども、年金局長からちょっとこういう事案があるので至急説明したいということがありまして、24日にですね、概要の説明を受け、まあ、私からはですね、可及的速やかに公表すると同時にですね、支払い等を適正に行っていけるように等々の指示をさせていただきました。岡本君。それはそうすると大臣には8月24日に話があって、可及的に速やかにといって9月13日の、まあ、審議会まで話が公表されなかった、こういうことでよろしいですか。加藤厚生労働大臣。可及的速やかにと申し上げたのは、当然発表したときにいろいろな問い合わせが来たりですね、あるいはそこで申し上げることにしっかり対応できるという状況をやっぱり作っておく必要がありますから、まあ、そういった準備も速やかにやってほしいということを含めて、そういうことを申し上げたわけです。岡本君。まあ、そもそも、まあ、大臣にはじゃあ8月24日であったと、年金局長、これいつご存知でした。木下年金局長。お答え申し上げます。私も人事異動で年金局長に就任いたしました7月11日でございましたけれども、その時点では特段引き継ぎは受けておりませんでしたけれども、その後年金機構 の理事長、水島理事長の方から、まあ、こういう振替加算の支給漏れ問題があるという話を確か7月の下旬ぐらいに一度お聞きをし、その後担当である年金管理審議官の方から具体的にどういう内容なのかという点について、8月のこれも上旬ぐらいだったと思いますが、報告を受けております。岡本君。じゃあ年金管理審議官、いつご存じになりました。高橋年金管理審議官。私も本年7月11日に年金管理審議官に着任いたしまして、前任からの引き継ぎで、どのくらいの規模かはまだわからないが、振替加算の問題があって、
今調査をしていると、まあ、その数字がいずれ上がってくると、いずれ上がってきたら迅速に対応が必要だという引き継ぎを受けました。まあ、その後いろいろな調査の進捗状況などは機構と綿密に情報交換いたしまして、全貌が判明いたしましたのは8月でございます。岡本君。じゃあ今日は水島理事長にもお越しいただいています。いつからこの問題ご存知でしたか。日本年金機構水島理事長。私が知りましたのは昨年の10月か11月、正確に知りましたのは11月だったと思います。岡本君。昨年の11月に知って、厚生労働省にはいつどなたから報告をされましたか。日本年金機構水島理事長。ほぼ即座にだったと思いますが、当時の年金管理審議官に電話で、ご報告をしたという記憶がございます。岡本君。いや、これ人事で皆さん変わったから、いや最近来たんだ最近来たんだというです。これね、委員長ぜひですね、これ前任の方がどういうのを考え、どういう取り扱いをしたのか、やっぱりそこは明らかにするべきですよ。理事長はだって去年の11月に知ってたんですよ。しかし大臣が聞いたというのは、いや私着任してからです、前任の大臣からは引き継ぎはなかったね。年金局長も前任の局長からこの問題に引き継ぎがなかったと、こういう話ですよね。やっぱりきちっとそこは一体誰がどういうふうにして、その情報を政務に上げるのが遅くなったのか、それとも前の政務三役は知ってたのか、やっぱりそこはしっかりはっきりさせるべきじゃないんですか。どなたにお聞きになるんですか。いやいや、だから委員長に関して理事会でやってくれってことです。五国理事会で協議いたします。いや、五国がいつ来るのか知りませんけどですね。いや、ただ私はですね、やっぱりこれ、どなたがどういうふうにしてこの情報を知っていたのに、まあ、場合によっては公表を遅らせた、もしくは調査が出るまで待とうという判断をした人がいるんじゃないかと思います。でこれですね、そもそも、こうした声、どうもこういう振替加算でトラブルがあるらしいっていう声は、これ理事長年金機構の中で職員からの声、理事長にも上がるようになってますよね。こういうような声で、理事長のところに、もしくは本部の方に届いてなかったんですか。水島理事長。残念ながら、このような規模の問題があるということについて、認識を職員からの声としても、私自身のきちっと把握できなかったという反省も含めてでございますけれども、ございませんでした。で今言って申し上げますと、11月の時点ではその問題の端緒を知ったということでございまして、それからずっと調査をいたしましたので、これに約1年弱かかったということでございます。岡本君。つまりこの端緒っていうのは、具体的にじゃあどこの誰からどういうような話があって、それが端緒となったのか、それを明確に教えていただけませんか。水島理事長。去年の10月か11月、ちょっと日付は申し訳ございません、ここで、覚えておりませんが、事務処理誤りを担当いたしますのがリスク統括部という部でございます。でそこで、事務処理誤りをまとめておりますが、事務処理誤りとして認定をいたしますのは年金給付部という部が認定をすることになります。で、リスク統括部と年金給付部の職員がやや最近、多いと、この振替加算の支給漏れが多いということに、問題意識を持ちまして、私にこの点について報告があったということでございます。その後、11月でございますが、まずサンプルで調査をするように、命じた次第でございます。それが端緒でございました。
岡本君。いや、ここがやっぱり重要で、どうして急に調べる気になったのか。いや、二人が話し合ってなんとなくなんていう話はないはずですよ。明らかにこういうことがあったからこれは調べるべきだという何か事案があったはずですよ。二人で会って廊下ですれ違って最近多いよね、じゃあやろっか、こんな話じゃないと思いますよ。これはちゃんとやっぱりしっかり何が端緒だったか。もう一つ、いや、今の事務処理誤りでこの年金の振り替え加算漏れがあるという話がありましたが、今平成28年のですね、28年度の、いわゆる事務処理誤り原因別件数を見る書いた表がですね、平成29年9月1日、リスク統括部長から公表されておりますが、これを見るとですね、4770件このトータルであるようです。確認不足は4044件などとなっていますが、この中に当然平成28年の、今回の振替加算漏れの832件すべて入っている、この理解でよろしいですか。指名をしてから挙手をお願いします。水島理事長。823件のすべてが832件のすべてが入っているかどうかということに関しましては、公表ベースがですね、事務処理誤りとしてお客様に対応が終了したものを公表いたしておりますので、すべて公表したかということに関しまして、すべてその終了したかということに関しまして、現在今材料を持っていませんのではっきり申し上げませんが、基本的には入っているというふうに思います。ただ先ほどご指摘でございますが、担当者としては常に事務処理誤りの動きを見ておりますので、これに関しまして、できるだけ早く私の方に報告するように常々申しておりますので、その観点から報告があったというふうに認識しています。岡本君。じゃあこの832件全部が入っているかどうかは定かでないと、これちょっと大問題な話でですね、入ってない可能性があるとしたらこの統計おかしい話になりますよ。ちゃんとそれ答えてくださいよ。その上で4770件のうち832件が入ってたとして、それ以外に事務処理誤りで多い案件はどういうものがあるのか、上位3つ答えてください。日本年金機構水島理事長。事務処理誤りに関しまして、今ご指摘、先生ご指摘のとおり、いわゆるその確認決定誤り、あるいは未処理処理遅延入力誤りと、こういうような範疇で公表いたしておりまして、個別案件、個別の給付の内容に別は実は集計をいたしておりません。したがいまして、私はもちろんこの点は非常に問題であるというふうに思っておりまして、今現在、これについて徹底的な調査を命じているところでございますが、そういう意味では確認決定誤りの3255件、説明誤りの152件、誤送付誤送信の59件というのが、上位の 3事案ということになります。岡本君。いやいや違うです。事務処理誤りの中に今回の振替加算の加算漏れがあったわけですよね。ありました。それで4770件とこうして公表してます。この中で832件はこれでした、わかりました。次に多い3つを教えてくださいと、こう私事前に通告してるんですから、この3つをきちっと答えてください。他にどういうような事務処理ミスがあったのか、その多い順に教えていただき、先ほど理事長は常々私どもはどういう事務処理誤りが多いか注意を払ってると言ったじゃないですか。注意払ってだったら当然言えるはずですよ。そうじゃなかったらさっきの答弁おかしいですよ。水島理事長。お答えいたします。先ほど申し上げました通り、個別案件、振替加算に関しましては調査をいたしましたところ832件ということでございまして、それの他の個別案件については現在把握していないということでございます。委員長、
岡本君。おかしいです。先ほどだって振り替え加算の問題が多いとリスク統括部長などが話したとです。廊下ですれ違って話したんですかって話したんですよ。つまり個別にそれぞれ何の案件が多いか把握してたはずですよ。把握していたから端緒として最近多いよねって話になったってさっき答弁したじゃないですか。それなのに個別のは把握していない、それ矛盾してるじゃないですか。ちゃんと整理して端緒の話とそちらその答弁を変えるのか今の答弁を変えるのかどっち変えるんですか。水島理事長、分かりやすくご説明をお願いいたします。お答えいたします。832件と申しますのは多くなってきたということについて報告を受けてその結果調べた結果数えた結果が832件だったということでございます。ちょっとおかしいよ。いやだ全然委員長整理できてないですよ。832という数字が出てきてるんだったらつまり個別にどういう問題で事務処理ミスがあるのかっていうのは統計的に出てきてるはずですよ。出てきていないのに832という数字が出るはずないじゃないですか。それはだから最近多くなってきたねって感じるということは個別の話が分かっていなければ多くなってきたねって話にならないじゃないですか。でしょ。そうじゃなければどの案件が多くなってきたかなんて統計取ってなかったら増えてきたねなんてことは分からないですよ。したがって端緒としてリスク統括部長が多くなってきたなんていうことを感じることすらないはずです。トータルの件数が多いねは分かる、だけれども中身までは見れませんという今の理事長の説明では端緒の説明になっていないんです。そこをきちっと説明をしてもらわないとこれとてもじゃないけど次の質問いけませんよ。理事長、832件がどのような状況から判明をしてきたのか、そしてその結果最近増えてきているというのがどのようなことと比べて分かったのか、詳しくご説明をお願いいたします。水島理事長。端緒は現場のからの問い合わせあるいは事務処理報告が増えてきているということでございます。その結果、具体的に調査をいたしましたのはサンプル調査等々をすべての調査を行いました結果832件が出てきたということでございます。岡本君。いやこれちょっと答弁質問の答弁噛み合ってないと思いますよ。ちょっと整理ちょっとしてもらえませんか。一回止めて全然噛み合ってないもこれ続けても仕方がないです。ちゃんとそこのところ説明してください。水島理事長もう一度 お聞きをいたしますが、その832を調べるに至ったですね、経緯としてなぜ増えてきたというふうな認識が出たのかできたのか、そこが一番の端緒だと思いますのでそこのご説明をください。水島理事長。現場からの報告や事務処理誤りが出てくる件数が多くなってきたと、その結果、昨年度 の事務処理誤りの報告の内容を調べて、その中から振り替え加算の件数を数えたところ、832件になったということでございます。岡本君。つまり数えられるんですよ、数えられるんですよ。4770件の中から何件あったか数えられるんです。だから数えてくれと昨日通告しているんだからちゃんと数えた数を教えてくださいって言っているんです。数えられないものじゃないんですよ。ちょっと止めてください。岡本君、今数えてくれというのは事務処理誤りの中身をということですね。違う種類をということですね、うん、種類ね、一旦速記を止めてください。水島理事長。先ほど申し上げましたが私どもが現在掴んでおります区分によって行いますと確認決定誤りの3255件、説明誤りの152件、誤送付誤送信の59件が上位3件でございますが、中身ですがご指摘に関しましては私どもとしても問題意識を持っておりまして、従いましてその個別の給付の形態に応じたどのような事務所の誤りが発生しているかということについては
先ほど来年金管理審議官からもご説明申し上げているというふうに思いますが、構造的な問題がないかということに関して、機構内にプロジェクトチームを 作りました。そしてそのプロジェクトチームによりまして年内に一定の結論を得るという方向で現在検討を進めているところでございます。でそれに関しましては業務改善命令に伴います業務改善計画、再生プロジェクトでございますが、その再生プロジェクトの中に位置づけまして機構全体として、優秀な人間を集めて、対応するということにいたしております。その結果に関しましては年金事業管理部会に、はい、報告する予定でございますのでそこでご報告申し上げたいというふうに思います。答えになってない。今の話ですとまだ調べて累計化していないというようなそういうようなお答えであったと思いますが、岡本君何かご質問ありますか。いやいや、これ4770の中に何があるかっていうのはすぐ調べられるじゃないですか。そんなのどういうようなミスだったのか。だって統計で出してる、毎月出してるんですよ年金機構は。毎月こうやって出してるんです、報告書。これも同じリスク統括部長から事務処理誤りと平成29年7月分は9月1日に出してるんです。その中に細かい事案が全部書いてるじゃないですか。これ数えるだけじゃないですか。なんでこれ数えるのにそんな時間かかるんですか。これ1年分数えてくれって言ってるだけですよ。数えて統計して上から順番に出してくれってあるんですよ。これそんな年末までかかる話じゃなくて昨日お願いしてるんですから答えてもらわないと。これとてもじゃないけど誠実な答弁じゃないですよ。これ出してんだもん全部。水島理事長。今その点に関しまして、過去の事例を全部調査をして、給付形態別に整理をした上で対応策を構造的な問題ないかどうかないかということについて調査をした上で対策を立て、そして公表するというふうに申し上げているわけでございます。岡本君。いやこれ数えればすぐ分かるんです。例えば書いてるんです、国民年金保険料納付書の誤りとかですね、付加保険料特別納付申込書の誤り、こういうふうに全部書いてるんです。これ累計化して数えればすぐ分かる話なんです。それをですね年末までかけてやる、それまた話を遅らせる話、これ大臣大至急指示して、これ数えるだけですからすぐ公表するべきですよ。あとどういうような問題があるのかきちっとまとめてすぐ公表するべきで、どうですか。加藤厚生労働大臣。年金機構のプレスリリース見ておっしゃっておるんで、もう承知だと思いますけれども、まあ、その中でも、例えばそれが厚生年金の適用にかかるのか、徴収にかかるのか、別には一応整理されております。ただ、今、委員おっしゃったように、さらに、例えば適用といっても、今回のように振り替え加算の話なのか、もう少し何なのか、ちょっとそこは、どういう分類がいいかどうかちょっと私どもで整理をさせていただいて、できるだけ速やかに今申し上げた年内にというのはですね、分類がじゃなくて分類をした上で何か問題がないかを年内に調べると、こういう趣旨でございますので、今言った分類は至急やるように指示をさせていただきます。岡本君。至急ということですから、もうこれ早くやって、もう一回これもう私の質問時間もほとんどこれ使っちゃって、これ一問だけじゃない、問題いろいろあるんですよ。そもそもですね、これ本当にこれだけかっていう話もあるし、それから下級年金、これ過剰にもらってる人いるんじゃないですか。一番長い人って一体どのくらいもらってるんですか。下級年金の現状ちょっと説明してください。それぞれの、年金機構、それから共済。まずは高橋年金管理審議官。下級年金につきましては制度が非常に今長く運用しておりますので、今ご指摘のように一番長い人がどのくらいかとかですね、これはちょっと簡単にはにわかには調べられません。しかしながら基本的には例えば夫婦の年齢がですね、うーんと離れているというような場合ですね、そういう場合にはかなり長い期間の受給期間もあるかもしれません。そういう状況でございます。各共済から聞きます。はい、それでは、財務省神田主計局次長。ただいま厚労省の方からお答え申し上げたと同じでございまして、お尋ねの件を把握するには抽出するプログラムの作成等が必要でございまして、現時点では答えを持ち合わせてございません。
総務省佐々木公務員部長。厚労省財務省と同様であり、抽出するプログラムの作成等が必要であり、時間を要することから現時点ではお答えすることができない状況でございます。文部科学省村田私学部長。お答え申し上げます。私学共済の場合についても同様でございまして、抽出するプログラムの作成等が必要でございまして、現時点でお答えをできないと。岡本光則君。この下級年金は結局妻の年齢が数字が入力が誤っていたらそこまでずっと出続けるんですよ。ずっと出続けるんです。不自然に長いものがないのかどうか、これ一切チェックしていないということが明らかになったわけですよね。これですね、やっぱり大臣、これ問題ですよ。入力している数字が誤ってたらいつまでも出る。じゃあそんなことないよと言ってはがき送ってんだと。これ3ページ目ですか、皆さんにお渡ししてますけどね。このはがき、生計維持確認届、ここにですね、ご丁寧に振り仮名に配偶者の名前書いてあって、ここ漢字で書いて送るだけ。これですね、本当に扶養関係があるのかないのかの資料もない。そもそも生きてるのか死んでるのか、これだって別に確認のしようがない。このはがきが来たらこれで継続とずっと行く。妻の名前だけ書いてください、これだけですよ。確認してないじゃないですか。本当に過剰に支給されているものがないのか、至急に調べるべきです。大臣、これ調べてもらいますね。加藤厚生労働大臣。今のこれだけというか、配偶者の方も例えば、振替加算で年金をもらっている場合には、その方自体の年金の記録等もあろうと思ってますので、どこまでその実態がつかめているのか、よく調査させていただきたいと思います。岡本君。いや、過剰に払っている事例がないかどうかも、それは調べていただくということでいいですね。加藤厚生労働大臣。そういう中でですね、調査する中で、そのことも念頭に置きながら対応させていただきたいと思います。岡本君。これね、今回の事案の中で、もう一つ聞きたいのは、点検の結果と概要、1ページ目ですけど、4番、お客様からの届け出漏れがあった場合、これも今回、5年を超えて、過去分を払うという話です。で、普通であれば、お客様からの届け出漏れの場合は、5年に限って払っていました。これまで、今回のこの話が出るまで、過去においては、それぞれ個別の解決運用をしてきたんだと思いますが、そういう中で、5年に限って支払っていたのか、いや、それぞれの事務所で5年を超えても支払ってきた事例があったのか、要するにそれぞれの事務所においてどういう運用をしていたのかというのは、これは統一されてたんですか。高橋年金管理審議官。これまで事項の取り扱いにつきましては、事務処理誤り、事務処理誤りにつきましては、5年の事項は適用しないと、こういうルールを示してございまして、機構の中でも、その中での、具体的なですね、やり方、これは統一をして、事務所を行い、またこのあたりは本部でしっかりとこの統一をしていたわけでございます。しかしながら今回のですね、4つの事例の中の4番目の事例でございますけど、これにつきましての届出書、一応届出書ということではありますけれども、十分周知されていなかったと、いうことで今回、事項のお取り扱いをしないものというふうに整理を今回新たにいたしましたが、このあたりにつきましては今後、これまで、事項を適用していた方につきましても、この4つの事案に該当する場合があればですね、概についてそれを調べて、追加の額をお支払いするということをしてございます。岡本君。これまでどういう運用をしていたのですかと聞いているんです。高橋年金管理審議官。これまでの運用では、事務処理誤りと機構の事務処理誤りというふうに想定、考えられるもの、それが事務処理誤り、どこの事務処理誤りだとか、事務所であったのか、事務センターであったのか、そう確認した上で、そのような対応を仕分けをするという対応をしてございました。違うんです。お客様からの届け出漏れに限って聞いてるんです。4番のお客様からの届け出漏れについては、どういう運用をしてましたか。高橋年金管理審議官。通常のお客様の届け出漏れであれば、これは事項適用でございます。岡本君。じゃあ、事項適用ということを言われてきた人、もう一律にやってきたわけですね。であれば、うなずかれた。じゃあ、もうこれで私は事項だと思っている人もいる。
ね、一回言われたわけですから、それでやっぱり時効じゃないですって言うわけでしょ。ちゃんと申し出てくれるんですかね。いや、これもすごい気になる。それから、いや、もう一つ聞きたいんです。お金をこれから11月から支払う、これ亡くなられていてどこにいるかわからない、相続するべき人がどこにいるかわからない、こういう事案もたくさんあると思います。こういう事案に対してはどう対応されるんですか。高橋年金管理審議官。まず一つ目 の、 時効ですでに適用してしまった方でございますけれども、これはこれまでの機構の記録によりまして、時効を適用してその5年分に限ってお支払いをしたと、こういう記録がございますので、これを全部調べまして早急に調査をいたしまして、それらの方々に対して追加のお支払いをすると、こういうことでございます。またお亡くなりになられた方でございますが、通常年金お亡くなりになられますと未支給年金という形でですね、政経同一の三親等以内の親族の方にお支払いをしてございます。でその従いまして、その未支給年金としてお支払いをした実績が機構で把握してございますので、まずはその方に連絡する。またその方がお亡くなりになられている場合には、住民票等を調べまして、同居していた、同居を通して政経同一でありました三親等以内の親族を探しまして、ご連絡をするということをしたいと思います。岡本君。時間になりましたから終わりますけど、これ先ほどから話があるように、本当にこれだけなのか、下級年金がそもそもこれ支給されるべき人に出ていなかった可能性があるということをもうすでに大臣認められている。なおかつ下級年金が支給をされて、終わって、そして、振替加算が出なかった、この人たちだけ、厚生年金は見てるけども、共済の方の振り分けはまた違う相当の仕方をしているなど、これ漏れている可能性があるということを大臣率直に認められますよね。まだ対象になってない、出てきてない人がいる可能性がある、そこは認められた上で、一刻も早くこれやるべきだと思いますが、そこを認めた上で決意を最後にいただいて終わりたいと思います。加藤厚生労働大臣。今回の対象は下級年金が支払われていて振替加算がなされていない方に対してやらせていただきました。で、今おっしゃる、もともと下級年金が、受けられるけど受けられない方がいるなどについては、今回の対象の外になっているわけでありますが、ただ今回の一連の事務処理ミスなどもあってですね、やっぱりいろんな可能性、今おっしゃることも含めてあるんだろうということを前提にですね、一つ一つ、例えば事務処理手続きはどうだったか、あるいは先ほどのお客様から来たやつがどうだったか、一つ一つ分析しながらですね、必要な対応を図っていきたいと思っています。終わります。